観音菩薩、観音様として古くから多くの人々に親しまれている観音菩薩、衆生に応じて変身し、すべてを救済する大慈大悲の菩薩、多くの人々に愛されている観音ですが、観音は菩薩です。菩薩は修行中で如来が最上位、如来は悟りを開いた人、菩薩は如来の衆生救済の補佐役。このように唱えると、観音はその圧倒的な人気の割にはあまり偉くありません。あまり偉くないのになぜそんなに人気があるのでしょうか。観音は仏界に現れてた姿。では観音の真界の姿とは何でしょうか。要は観音の正体とは何かということです。観音の正体とは宇宙を作った創造主。なんと万物の創造主が観音の正体。創造主なら一番偉いわけですが、なぜ仏界に現れてると位が下がるのでしょうか。それは一番偉いからです。究極的に偉いからです。まさに実るほど頭が下がる稲穂かなを地で言ってるわけです。中途半端に偉いと尊大な態度で威張ったりするわけです。それにそもそもとして下まで降りて聞きません。しかし偉さが極まると下まで降りていって慈悲慈愛を実践するのです。本当にすごいですね。密教では大日如来が本尊、曼荼羅を見れば一目瞭然です。大日如来が中心で、観音はその左下に描かれています。大蔵曼荼羅で。浄土教では阿弥陀如来が本尊、観音は阿弥陀如来の脇侍です。家来ということです。仏界では他の仏の配下となり、衆生を救済する観音。しかしその本当の姿は一番偉い創造主。なぜでしょうか。それは究極の慈悲慈愛だからです。究極に偉い存在は究極の慈悲慈愛の存在。それが創造主、それが観音。現代風に例えましょう。創業者社長は次の社長へバトンタッチしました。しかし創業者は会社の人たちが心配でなりません。皆元気で頑張っているんだろうか。皆楽しく仕事ができているんだろうか。会社に見に行きたい気持ちは山々ですが、しかしすでにトップを譲っています。創業者である自分が会社に行って社員を指導したら、引き継いだ社長の立場がない。そこで創業者は姿を変え、清掃員として会社に携わることに。誰よりも早く朝一番で会社に来て、会社をきれいに清掃する。社員が出勤してきます。その社員に対して明るく優しく笑顔で、おはようございます、今日も頑張ってください、そう言いながらいつも応援している。社員たちは明るく元気なおじさんだと思い、いつしか親しまれる存在に。しかしその清掃員の正体が創業者であることは誰も知らない。時代劇で言えば遠山の金さん、水戸黄門などがこの観音バージョンですね。本当は位が高いのに姿を変え、庶民の中に降りて真相を突き止め救っていく。さらに私流に言えば変身ヒーローもの、ウルトラマン、仮面ライダーなどが観音バージョンですね。変身して正義のために戦う、変身して人類を助ける、その姿はまさに観音の姿。なぜこのような作品が昔から人気があるのでしょうか。そこに観音の姿を感じるのかもしれません。観音は33相に変身します。33は実際に変身する数であるのと、それだけたくさんという意味もあります。なぜ観音は変身するのでしょうか。すべてすべては衆生を救済するため、その衆生ごとに合った姿に変身して観音は救済している。観音の変身とは慈悲慈愛の極み。私たちは生まれ変わり死に変わりを繰り返しております。輪廻転生しています。例えば前世では僧侶、前々世では学者、前々前世では武士、前々前々世では役人、そして今世では経営者、さらに来世では芸術家。なぜこのようなことをするのでしょうか。もちろん御霊磨きです。輪廻転生の理由は御霊磨きです。では何のために御霊を磨くのでしょうか。それは観音になるためです。輪廻転生を繰り返し、いろいろなことを体験、
体得し、万能に一歩一歩近づいていく。そして万能になったらどうなるのでしょうか。それは観音、観音にほかなりません。私たちは日々観音になるための修行をしています。私は観音、あなたも観音、皆観音。それは皆創造主の一部となり、宇宙そのものです。